痛い痛い痛い肘を曲げたここの場所、ここに貼ってあげるとこう痛い門前整体三つの図、人を痛め続けて25年、本気で痛い覚悟決めた人は概要欄、門前整体楽しんで。はい、こんにちは、門前整体三つの部です。今からね、肘が痛いことをやるときにね、ここがみんな痛いって言ってるけれども、そのね、治し方っていうか、施術のやり方を言ってきます。ここ痛いんだっけ？違う。この辺が痛い。この辺が痛い。この辺が痛い人って、意外とみんなここばっかり押さえるんだけど、実は、こいつ。これ。ここに湿布縦に2枚貼ってあげると効果的こいつで、こうしてあげるとかなり効果的なんだけどでこれで本当はこれはちょっとね難しい技一般人にはできないことをやっちゃってます。ちょっとこれちょっと動かしてごらん。ああ、いいですね。嘘くさい。嘘くさい。いや、いいです。嘘くさい。で、今度テニス肘。ちょっとどこが痛い？そこが痛い。で、みんなここが痛いって言うけど、ここもなんだけど、実はここなんです。痛っ。いい反応。痛いな。痛いな。で、あとここね。こうしてここが合谷で、ここ、これ痛だ楽しいな。痛これ押さえて、この指がこう動くようなところを、そう、動いてるでしょこのところを押さえるのが効果的。痛だ、うわ、そこやわで、ちなみに、後で消せよ。肘から見えてるかな、肘からここの角度、ここの肘を曲げたところからだいたい指2本分ぐらいのここの筋、ここは手の三里と言います。ちょっとマーカーでポイント、ここにね、湿布とか貼ってあげるとかなり効果的。あとで自分で貼っとけ、ここな。あいや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 。あとね、湿布とか、なんか自分の合う湿布、チタンテープ、ロイヒコ、何でもいい。手首を曲げたところのここな、痛いだろ、うん、ここにもなんか湿布とか、なんかあのテープとか、何でもいい、貼っとくと、こことここを貼っとくと効果的。あとここ痛い痛い肘を曲げたここの場所、ここに貼ってあげるとこう痛い効果的。痛っ、うわっ、ぐわっていう感じでした。まあ分かんないと思うけど、まあ、これでちょっと様子見てください。以上、門前整体三つの部でした。てってってー。